いいかみんな。さあ、お待たせしました。いけ。3年ぶりの美咲くんとのプレー、久々のこの緊張感。行くよ、美咲くん。ボール、うん、翼くん、ここはパスを出した。スコーゼスライディングでカット。これだ、勇ましい突破だ。それアラマスのようドリブル。そら、もらったぞ。勇ましい突破だ。そら、次々にかわしていく。ここから一気に攻め込みたいところ。タイガーショットだ。敵がゴールを襲う。狙いつました。よし、これだ。そら、もらった。ビクトリーノ君、ロングパスだ。パスを受けた。激しいタックル。これだ。アラバシのようなドリブル。そこ、勇ましい突破だ。それもらったの。ハウブルー、次々にかわしていく。もうこの一撃がタイガーショットだ。ここだ。ベガ君、このシュートに反応している。それはミクトリーヌ君、素早く残り倒す。見たか、これがわしのパワーよ。スライディングで止めた。ヨシヤス君、素早く横に倒す。マサオ君、ここは抜かせません。鋭いスライディング。ロドリゲス君、横にかわして突破。マサオ君、ここは抜かせません。素早く横にかわす。ロドリゲス君、ボールを狙うも届かない。アラバシのようなドリブル。見たか、行け。もうこの一撃がタイガーショット。このシュートに反応している。いけ、ビクトリーノ君、横にかわして突破。松山君、タックルを決めた。ロングボールを送る。素早く横にかわす。鋭いスライディング。いけ、ビクトリーノ君、センターで押さえてたたる。地蔵君、ここは抜かせません。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う。この対決をものにした。ここはパスを出した。ラウラ君、飛び越えた。ここからジャンプを決めるか。マサオ君、タックルを決めた。アラバクのようなドリブル。ドリブルを奪った。あっと奪い返した。かわして、見たか、俺の実力を。ここにった。美咲君、パスを出します。これだ。かわした。エレス君、激しいタックル。それ、ドリブルと見せかけてパス。ラミレス君、飛んでかわした。体とぶつかっていった。よし、勇ましい突破だ。そら、荒巻きのようなドリブル。それ、センターラインを越えて攻め込む。勇ましい突破だ。
ここでタイガーショット発タイガーショットだ。ここはボールに飛びつく。ベガ君、これはキャッチできない。アロンソ君、これはトラップ。全力でまだ守備の相手が取られていません。三崎君、シュートまで持ち込めるか。三崎君、クロスを上げた。ヒューガ君、先頭に合わせる。ベガ君、これはキャッチできない。さあボールを抑えた。なんでここからカウンターを仕掛ける。スライディングで止めた。マサオ君、パスを回す。このパスは通らない。よし、あとドリブルを見送る。マサオ君、そうもなることができません。頭とぶつかっていった。山橋のようなドリブル、今のいい突破だ。シュートまで持ち込めるか。タイガーショットだ。ボールの天候が勝てる。ニューヒーロー大活躍。それはっ、マサオ君、激しいタックル。これは南米式のドリブルだ。マシアス君、ボールを奪った。ボールがタッチを割りました。勇ましい突破だ。荒ましのようなドリブル。勇ましい突破だ。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。次のタイガーショットだ。ここで、ベガ君、これはキャッチできない。時計はすでに3分を示しています。いけ。前半も残すところあとわずか。このスライディングが決まった。荒ましのようなドリブル。勇ましい突破だ。もうこの一撃タイガーショットだ。ここベガ君、ゴール正面でこのシュートを迎え、パントキック。どこまでは、みんないいぞ。注目の後半戦、パスを出します。ロドリゲス君、ここは抜かせません。ミサキ君、このスライディングが決まった。それ、マサキのようなドリブル。勇ましい突破だ。ここでタイガーショット。タイガーショットだ。マサオ君からシュートを受け止めた。ベガ君、これはキャッチできない。アロンソ君、これをトラップ。ジャンプ一番カウンター。ジンゴ君、激しいタックル。そうだ、勇ましいところ。そこ、荒ましのようなドリブル。それ勇ましいところだ。ここから一気に攻め込みたいところ。フィールドタイガーショットだ。ここコロナのトリック、鮮やかに決めました。よっ、それビクトリーナ君、横にかわして突破。横をすり抜けた。これに任せな。若島津君、これはキャッチできない。ビクトリーナ君、ここから打ってきた。ハンドキック、どこまで運べるか。このタックルは首振り終わります。スライディングで止めた。ミサキ君、タックルを決めた。翼君、これは南米式のドリブルだ。パスを回す。金太郎君、このスライディングが決まった。かわして振り切った。ビクトリーナ君、シュート。シュートだ。若島津君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。鋭いスライディング。それ、このタックルは不発に終わります。よし、あらわしのようなドリブル。それ、勇ましい突破だ。かわして振り切った。これで荒ましのようなドリブル。それクリア君、激しいタックル。それ、体ごとぶつかっていった。金太郎君、このスライディングが決まった。もらったぞ。すでに後半の15分を過ぎています。こうだ、激闘の決着まで残すところわずか。マシアス君、ここは抜かせません。マサオ君、
激しいタックル。いけ。スライディングで止めた。ワノ君タックルも決めた。もらったぞ。ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。ダメだよ。スライディングでカット。キンタマ君横にかわして突破。連続フォアで見せます。かわして振り切った。スライディングで止めた。アワドのようなドリブル。新しい突破だ。横にかわして突破。素早く横にかわして。ダニエル君激しいタックル。ソラッハッ。ミサキ君このスライディングが決まった。ダニエル君コーナーを奪うことができません。忙しい突破だ。チャンスが決まった。かわして振り切った。ウルグアイキャプテン自らによる一戦突破で勝利を目指す。翼君ここはパスを出した。敵陣へ攻め込みます。アワシのようなドリブル。忙しい突破だ。それアワシのようなドリブル。もうこの一撃がゴールドタイガーショットだ。このボールに飛びつく。キーパー止められない。勝利はいただく。いけ。パスを出します。ビクトリーです。ここからチャンスを作れず体ごとぶつかっていった。それボールを奪った。かわして振り切った。チャンスが決まった。ここはパスを出した。このパスは通らない。チャンスが決まった。絶妙なインターセット。さあ試合は残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。このボールのコントロール。キンタマ君スライディングでカット。ミストリエル君安心のスープのキーマーを向かう。ジゾウ君これをブロックに向かう。ここは抜かせません。長いパスが通った。ダイレクトでパス。全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。おっ！ああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての完璧な優勝だ。もしもし、父さん。
よし。お前誰だ。よっしゃ。よし。なあ、